はですね、今機関の方から事務局長の方からパワハラ問題ってなってますけど、見出しはそうなんですけど、実は教育というのがあってね、教育の問題を一つしっかりと考えるように、特にここには小林事務局長の方と教育の現場で経験が積まれてきたし、いろんなご意見を持っておられる方で、まあ資料としては先生が気になった日本文化史を授業する授業の立場から、教育の現場の方からいろんなお話をいただきたい、補足でもしていただければと思うんですけども、私は教育哲学、ずっと教育史とか教育哲学というのを維持してきましたし、最初出だしは政治学科ですから、政治的な活動というものを通して、人間形成というものを追い求めてきたということなんですけれども、ここに変なものを出しましたけれども、この訴えたいのは皆さん方に考えていただきたい、それで考えをご披露いただきたいのはですね、例えば文部省、先生は教育問題には発言しておられる、そして文部省というものを通してですね、いろいろ悩みを持っておられると思いますけれども、文部省がああやって手たらくな動きをしていると、果たして文部省という省庁が必要なのかどうかという意見すら出る、官僚の中でも一番成績のあるのは文部省君だっていうことがありまして、この文部省、文部官僚のなんですかね、根底にある教育っていうものはですね、何かこう理想的なことを言えば、それでことが足りてるように思っているんですね。言うならアドバルーンを一生懸命上げて、それで新たな予算を獲得してやろうとしてるわけですけれども、初等中等教育をはじめとして、実際に文部官僚の指導というものが動いているのかどうか、これは現場の小林先生の方にも伺いたいんだけども、右往左往しているわけですよ。歴史的に文部官僚の指導してきたものを見ると、その時の流行りのものっていうんですかね、簡単に言うなら耳新しい、言うならば輸入品ですよね。それを持ってきて、これがいいんだろう、あれがいいんだろうとやっていると、官僚ですからしょうがない、その予算の中で動く以上、新しい企画を立てないと予算が取れないわけですから絶えず目新しいことをやっているわけですね。でいて他からの刺激が少ない例えば通産省あたりからの刺激っていうものを持っている、大蔵官僚にしても何にしてもですね、のんきなことを言ってらんないんですよね。必ず突き上げが来るわけで、現場からの突き上げというのは来るんですけども、文部省の場合は何を言っても通達でこと足りちゃうようなことですし、世界がものすごくこうなんですか、風通しの悪い、私がずっと
付き合っていたのは天城さんと天城天皇なんて呼ぶかですね、あの中ではもう誰も文句が言えないって言うんですか、誰も口出しできないような状況にあってますね。まあ、現在 の、 あの文部省でのトラブルっていうものも実は外からの刺激がないんですよ。理由ならば通達で事足りてしまったりですね、ということでどうもその日本の教育界、いわゆる学校教育っていうものがですね、健全に機能しない。まあそれは小林さんに後で補っていただくんですけど、現場は右往左往するわけですよ。その時の何やら流行りによって、でも最近はみんな横文字であれを処理してますね。言うなら日本になかった、日本の文化に根を持ってないあの教育観というものを風潮するということで、あとは学校を適当に実験学校なんかに作って伸ばしたりなんかしてるわけですね。だから現場ではあの嵐が吹いてくるようなものなんです。頭を下げてしばらく経っているとまた別の嵐が来るっていうんですか、それはパタッと止まっちゃうっていうような現状で動いてないんですね。で、世の中では教育っていうと学校教育っていうのにもうすぐ結びつけてしまうのですね。非常に短絡的に教育っていうと学校教育、例えば大学の中で教育学からだと、あ、先生なんですからね。もちろん学校教育の歴史から言うと相当整ったいろんな問題を整理してきた歴史がありますから、割とその学校教育というものは取り組みやすいというんですかね。ということで教育学科の、まあ、私も青山で学生指導したり教育学もたくさんありましたし、まあ、今言う学芸で昔で言う師範、第二師範の付属っていうところにいたりして経験を持ってますけれども、ともかく学校教育だけが教育なんだろうかということ自体がですね、あんまり考えられてないんですよね。もう授業は教育が終わりましたからなんて言って、だから子供が大学に入ったとか社会人になったなんて言うと、もううちは教育には関係ありませんなんて言うんですよね。そんなものではないんですよ、教育っていうのは。やっぱりね、一生涯教育っていうのがついて回るわけですよね。まあ、私はあの皆さんに言ったように家庭裁判所で調停員を見て、あの調停の場っていうのは教育の場なんですよ。ね。で、親子の間、夫婦の間、これも言うなら教育の場であって、それがスムーズに機能しないから今トラブルが起きてるわけですな。そのスムーズに流れないという原因は、まあ、これからもお話しますけども、何しろ教育っていうと学校教育それで学校教育は今何やってるんだって言えば有名校へ進学させるということですよね。で、教育学校の場でも、まあ、ここにも多少書いたんですけれども、あの試験っていうものはなかったら学校教育は死んじゃうんですね。試験で脅かして、試験というものがなくして学校運営がちゃんとできる先生が何人いるだろうか。教育じゃないっていうことが我々教育学の専門家から言えば言いたいんですが、あの大変恥ずかしいことで教育学の専門家の中に全然教育が分かってないという人がたくさんいる。
ということですね。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。